はい、スピルと申しまーす。ステップアップの Q&A というかね、質問があった内容を結構まとめて、ブログの方にね、ちょこまかと書いてます。ここ最近あった質問も結構ね、重複してることが多いので、記載をしておいたのでね、その紹介をちょっとしていこうかなと思います。ここ最近ね、ステップアップ、どういう状況だったっけっていう方ね、ここ見てもらったらなんとなくわかるかなという形にしてますので、概要欄にブログね、貼ってますので、よかったら見てください。ちょっと先にね、お願いなんですが、年内にチャンネル登録者数6000人目指してね、ちょっと頑張っています。まだ登録してないよって方は、ぜひチャンネル登録していただけるとありがたいです。というわけで、まあ、ちょっとやっていきましょう。今までね、書いてた文と、新しく追記した文っていうのは、こういう風にね、青字にしています。追記した部分が青字ね。ということで、まあ、ちょっと見ていこうかなと。もう知ってるよっていう内容もね、含まれるかと思うんだけど、ちょっと最初からさらーっと見ていこうかなと思います。まず1個目、メタマスクの関係のお話として、メタマスクにね、ステップネットワークを表示する方法はっていうと、ステップネットワークっていうサイトがあるんですね。ここポチって押してもらうと、まあこういうサイトがあるんですが、ここね、右上、これポチって押すだけで、ステップネットワークが、メタマスクに追加されるようになっています。はい、手動での登録方法をね、一応書いてきました。ネットワークの名前がステップネットワーク。で、ネットワークの URL がこれ。で、チェーン ID が1234。シンボル、フィットファイ、ブロックチェーンがまあこれになるよ、ということで。まあちょっとね、この辺、なんかよくわかんない。こういうサイトで繋げるの嫌だっていう人はね、手動でやってもらえばいいかと思います。で、メタマスクにトークンを表示させるので、アドレスを教えてっていうことはね、結構聞かれます。一応ね、書いておきました。FitFi はこれ、StepEX はこれという感じで。で、もし、自分がね、持ってるトークンがちょっとわからないなっていう場合は、私はね、こういうスキャンサイトをよく使っています。メタマスクのアドレス入れると、自分が持ってるトークンの一覧がね、バーっと表示されますと。で、そこから、アドレスをコピーしてトークンに追加するみたいなことをね、やっています。で、これね、まあ、スキャムコインみたいなのが送られてる場合、それをインポートしちゃうと、なんかね、よろしくないことが起こるかもしれないんで、まあ、一応気をつけては欲しいんだけど、コイン月光とかでね、アドレス検索して、この、本当に間違いないかなっていうのを確認したりしています。まあ、ちょっとこの辺ね、気をつけて触ってみてください。で、次、アプリと NFT 関係ということで、アプリどうなったのっていうと、前までね、ちょっと、いろいろ書いてたんだけど、もうこれがね、正式リリースが12月1日に決定と。で、オープンベータが10月13日に、ということで、12日、あと、今日が10日なので、11、12、12日にね、オープンベータの、詳しい内容が発表されるよっていうことで、ちょっとね、楽しみにしています。で、次。NFT の靴ってどうなったっていうと、まだね、靴の NFT は入手できません。ルートボックスをね、FitFi のパペチュアルステーキングで入手してますよっていう状態です。ステップアップの M2E アプリでの靴 NFT の入手は以上に2種類ありまして、FitFi のステーキングをしてもらう、ルートボックスから引き当てると。で、これがジェネシスの靴 NFT って呼ばれてるものです。もう一つ、キロカロリーっていうね、トークンを使用してのミントっていう、この2種類になっています。で、他にもね、入手方法がまあ出てくるかもしれませんが、分かってるのは今のところこの2通りと。まあどちらにせよね、まだ靴の NFT っていうのは入手できない状態だよと。このね、FitFi のステーキングでもらえるルートボックスの抽選っていうのはまだ続いています。まだまだ続いています。靴のね、ジェネシスの NFT がもらえる可能性はあるんですが、可能性はね、もう確率はかなり低くなってますので、今からね、パーペチュアルステーキングしてルートボックス手に入れようと思う人は、ちょっとした覚悟を持ってフィットファイのステーキングをね、行ってみてください。あ、で、ちなみにね、フィットファイのパーペチュアルステーキング、こちらが、ステップネットワークの方に移行しました。もともとはアバランチの C チェーンで行ってたんですが、それが移行して、ステップネットワークの方に移行しています。なので、もし次ね、フィットファイのパーペチュアルステーキングをやりたいなっていう方は、ステップネットワークの方で行うことになりますので、まずはガス代がね、必要になってきますよと。で、そのガス代がフィットファイっていうトークンで、支払うことになりますよと。アバランチ AVAX ではなくて FitFi になりますので、その辺お気をつけください。で、ステーキングってね、もうなんかたくさんあるけどどうなってんのっていうと、パーペチュアルステーキング、ロックドロップ、SPX のステーキング、この3種類ぐらいがありますということで、もうちょっとね、これは動画にしてますので、これをね、動画ピチーって貼り付けて、詳しく知りたい方はちょっと動画を見てください。で、ステーキングね、これね、解除したらどうなるのっていうのも結構聞かれます。
ルートボックスでいくつかもらっているんだけど、ステーキング解除したらどうなるのっていうと、現在抽選中だから、今だとシャープの10ぐらいだっけ、シャープの10の DT っていうのもらってますよね。これが DT がなくなるよと。ただしそれ以前のシャープ9までにもらっているルートボックスっていうのはもらえますので、これね、もしもらえなかったら運営に文句言って、ちゃんともらうようにしてください。これがなくなるってことはないです。もしね、何かしらの理由でもうステーキングいいやって思った方は、もう全然解除しちゃって問題ないかと思います。ただし、パーペチュアルステーキングを行って14日以内だと罰則、罰金が発生しますので、その点お気をつけください。アバランチの C チェーンからステップネットワークに移行した際に、このね、タイマーがリセットされてるかもしれないんですね。ちょっとこれ怖くてさ、解除なんてちょっとやりたくないんで、ちょっと試してはないんだけど、このちょっとね、もしかしたらリセット、またね、14日のタイマーが入っちゃってるかもしれないので、ちょっとね、解除しようって思う方はね、ちょっと気をつけて、その辺見てみてください。解除するときにね、必ず何日かとか、数字出てきますので、まあ、そこ見ながらね、よし、問題ないなっていう場合は解除して問題ないかと思います。これ、パーペチュアルステーキングの場合は14日以内なんですが、SPX のステーキングは21日になりますので、日付がね、ちょっと違うので、この点もお気をつけください。で、ステーキングっていつまでって、ごめんなさい、これパーペチュアルステーキングのことですね。パーペチュアルステーキング、これに関して期限っていうものはありません。ただもらえるものが、徐々にね、変わっていくよっていうお話です。ルートボックスが配られる現在のステーキングっていうのは、もういつまでかちょっとわかんないんだけど、まあそのうちね、必ず終わりが来ます。それが終わった時に、次に来るもの、次に来るものっていうものがね、新しくもらえるものが変わりますよっていうステーキングになっています。で、もう一個ロックドロップっていうのがあるんだけど、これは何、美味しいのっていうと、ロックドロップっていうね、ユーザーがトークンの流動性を追加して報酬を得る一つの仕組みのことです。この場合、ステップアップが作ったブロックチェーンであるステップネットワーク、これに流動性を追加するよと。流動性を追加するだけならいつでもね、解除できるんですが、それをいつまでもう私は預けっぱなしにしますよっていう設定をすると、それの報酬として SPEX っていうトークンがもらえます。で、これがね、結構たくさんもらえました。で、ゲート IO っていうところでね、この SPX っていうところが上場、リスト、まあ、やり取りのね、開始が始まったんですが、やり取りが始まってすぐ結構ね、値段が上がりまして、そこでね、もう原資回収しちゃったよっていう人がね、ちらほらと出てきてました。まあ、そういう風にね、うまいことをやった人にとってはすごい美味しいね、まあ、ステーキングというかロックドロップになったみたいです。さらに、この SPEX っていうもらったトークンで、さらにステーキングを行うことができて、今ね、これが始まったばっかりで、どのぐらいのね、利率になるよっていうのはまだ分かってないので、それも分かったらまたね、動画にしていきます。ここにもまあちょっと気になる方がいるかと思うので書いておきますね。ここ青字なので、今回追加した内容ですね。アバランチチェーンでやってたパーペチュアルステーキングってどうなったのって、これね、聞かれる方が結構多いです。自動でね、ステップネットワークに移行されました。もう過去形です。今週の日曜日、土曜日だったかな、何日か前にね、移行がもう終了しています。特に私たちが何かね、手続きを行うっていう必要はありません。もう本当にほっといたら勝手にネットワーク移行されてますと。ただしちょっとね、これだけ注釈がつくんだけど、アバランチの C チェーン側でルートボックスをクレーム、取り出しをしている方に関しては、10月12日以降にさらにね、ステップネットワーク側で、クレームする必要が出てきました。これね、ここまでは手動でやっぱやってくれないよと。自分たちで、手続きをね、しなきゃいけないので、もしもう本当に毎回さ、5個、10個、20個って当たってる人たち、手動で頑張ってね、ステップネットワーク側でクレームしなきゃいけないよというお話みたいです。ね、ちょっとめんどくさいよね。まあ、このね、やり方っていうのは10月12日以降にまたわかるかと思いますね。これもまた後日動画にしてここに貼っておきます。よかったらね、また見てください。で、トークン関係、まあ、トークンいっぱいあるよねっていうんでね、何があるのっていうと、トークン、フィットファイ、キロカル、SPX っていうのがとりあえず、3つ。このね、ステップアップ関係でトークンがもうすでに分かってるのがこの3つです。フィットファイはステップネットワークの、まあ、基軸通貨というかガス代で使われるトークンですね。で、キロカロリーっていうのがまだできてないんだけど、ムーブトゥーンアプリのゲーム内トークンとして出てくる予定です。下に書いてあるファットポイントっていうものからキロカロリーにね、生まれ変わるような形になっているということだそうです。で、 SPX、 これがさっき言ってたロックドロップでもらえるステップ EX のガバナンストークンですね。
10月時点ではゲート IO で購入も可能です。これ入手先がねこの2つになっています。ロックドロップでもらうかゲート IO でもらうか。ただしロックドロップっていうのはね今、募集をしていないので、また二次募集がそのうち始まるので、それをやるとまたもらえるようになるよという形です。で次ポイント、ファットポイントはさっき言ったみたいに事前登録を行うともらえるポイントです。将来キロカロリーと交換ができます。で DT っていうポイントもありまして、フィットワイをねステーキングするパーペチュアルステーキングっていうのをやるともらえるポイントです。ルートボックスの抽選券ですね。でファットポイントに変更点がねちょっと出てきました。事前登録でもらえるファットポイントなんですが、10月まで、まあ10月末までもらえるよっていうことが決定しました。あとこのファットポイントっていうのがねキロカロリーっていうトークンに変わるよっていう話は出てたんですが、これがキロカロリープラスジェムプラスエナジーっていうものが入ったルートボックスの配布に決定しました。なんかまあキロカロリーだけじゃなくていろんなものが入っているよと。事前登録してる人はスタートダッシュ切れますよっていう形だね。そういうふうな、まあちょっとプラスアルファでいろんなものがついてくるよっていう形に変わりましたと。言った内容が、ここ最近ね出てきました。フィットワイをねステップネットワークにブレッジするにはどうしたらいいのと、現在フィットファイをねアバランチの C チェーン上で持ってる人たち、これをねステップネットワークに移行するにはどうしたらいいのというところですね。マルチチェーンっていうね、サイトがあります。これをね使ってブリッジするっていうのが一つ。もう一つはね仮想通貨取引所バイビットとゲート IO っていうところ、ごめんなさいゲート IO 書いてないけど、ステップネットワークにねつながってますので直接送金することができます。とりあえずねこの10月10日時点ではこの2つの仮想通貨取引所だけが、ステップネットワークに対応していますと。でマルチチェーンだとねブリッジの手数料が5フィットファイかかります。バイビットから、ステップネットワークに送る場合1フィットファイで済みますので、ガス代をね節約したいっていうんだったらバイビット使った方が得かもしれないです。ただ今メタマスクにさフィットファイがあるよっていう場合は、まあ、ちょっと計算してみてそのままマルチチェーンで送った方が安いのか、バイビットとかに一回送ってそこからまたステップネットワークに送り直す方が安いのか、まあ、この辺はね、ちょっと計算やってみてください。まあ、そもそもねフィットファイを買うのにどっかしらの仮想通貨取引所と使ってる人が多いかと思うので、まあ一回メタマスクに送ってマルチチェーンでやってってやるよりは、どっかの仮想通貨取引所に入ってるんだったらそれをねバイビットなりゲート IO なり送ってそこからステップネットワークに送るっていう方がまあちょっと安いかなという気はします。あーでちなみにねこれ大事なこと書いてます。最後にここにねここに私のねバイビットの、リファを書いてあるので、これでよかったらね、まだバイビットのアカウント持ってないよっていう人はこれ登録してもらえると、まあいろいろね特典がその時によっていろいろ違うみたいなんだけど特典がついてますので、よかったらここで、登録してくださいと。いったことでということですね。うん、とりあえずここ最近ねいろいろもらった質問もこういう風に入れておきました。もしねまだわかんない、ここが知りたいってことあれば、別にツイッターでもいいですし、この動画のねコメント欄に書いてもらっても、まあ、こうやって動画にしたりとか何かしら直接お答えしたりとかしてますので、まあ、よかったらね気軽に書いてみてください。というわけで、まあ、最初にも言いました、本当にね年末までに6000人ちょっとマジで目指してます。なんやかんやあの手この手をねいろいろ使っていこうかなと思ってます。TikTok だったりショート動画だったりね、いろんなものでこういうプロジェクトの紹介してるやつがいるよみたいなのをね広めていきますので、まだもしねチャンネル登録してない人がいらっしゃいましたら、していただけるとありがたいです。次の動画の励みにもなりますのでよろしくお願いします。というわけでスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。